こんにちは、のりたろうです。今回はこのようにですね、イギリスのロイヤルミントなどから届くこの箱のままですね、まあ、こういうちょっと立派な、箱に入ってまして、この中には、まあ、こういう説明書や、こういう立派な木箱になっていたりするんですけど、こういう感じの箱ですね。で、これ今中身入ってないですけど、このようなカプセルに入って、金貨や銀貨が入ってきます。ただこのまま保管すると大変なことになりますので、その辺を今回はお伝えできたらなと思います。で、それに対する予防策とかですね、あともしすでに、ミルクスポットといって、まあ、このように点々が、白い点々が銀貨についてしまったという方に対して、どうすればいいかというお話をしたいと思います。以前私の過去動画で、金貨銀貨の保管方法について詳しく説明させてもらっているんですが、まあ、少し内容が難しいこともあって、結論があまり伝わってないのかなというところもあります。で、まあ、ここに入っているこのカプセルはですね、まあ、ほとんど除湿効果とか防湿効果は、ないと思いますし、このまま押し入れのような湿度の高いところにこう保管してしまうと、ミルクスポットとか、あとはくすみっていうのが出てしまいまして、コインの評価を下げてしまいます。また、このようにですね、鑑定すると入ってくるスラブケースがありますが、まあ、このスラブケースはある程度腐食を防ぐ効果があるという話があるんですが、金貨はまあもともと反応性が、金自体が極めて低い金属なのでそのままでも大丈夫なんですが、まあ、銀貨はミルクスポットが出る場合があります。なので予防するための対策としましては、このようになります。まずスラブケースやコインカプセルに入れる。でシルバーセーバー、シリカゲルを入れて、ジップロックですね、こういう感じで、まあ、シルバーセーバー、シリカゲルを入れてジップロックに入れると、まあ、これちょっと入れちゃいます。で、こういう形で、中に入れて閉じて、でこれをさらに、もう一つ大きな、ジップロックで覆うと。でその中にもシリカゲルとシルバーセーバーを入れれば二重にくるみますので、それで金庫とか、あとはドライボックスに入れて保管するというところで、ひとまずはミルクスポットを防ぐことができます。ただ定期的なメンテナンスは必要でして、このシルバーセーバーという、まあ、錆を防ぐ紙ですね、これは2年をめどに新しいものに交換が必要で、あとこのシリカゲルはですね、このように青色の目安の粒々が入ってますが、これがピンクになるともう効果が薄れてますので、交換が必要です。まあ、なので一応私のサイトでもですね、そんなコインをいっぱい持ってるわけではないですが、まあ、こういう袋とか、まあ、こういうのも必要だなという方向けに、まあ、小ロットで、これセットで販売してますので、そういうのを買っていただいてしっかり保管と。特に、まあ、金貨も全く反応しないかというとですね、まあ、多少は反応するので、まあ、こういうのに入れておいた方が安心かと思いますし、銀貨は間違いなくこういうものに入れて保管した方がいいと思いますので、オンラインショップですね、でミルスポフリーという、まあ適当な名前つけまして販売しておりますので、よかったら概要欄のオンラインショップを見てみてください。そしてもしも保管状態が悪くてですね、すでに
もうミルクスポットができてしまったという場合はどうすればいいかということなんですけど、そういう人にはまあ朗報かと思います。実はミルクスポットは消せるっていうのを、まあ、私自身がですね実証することができました。まあ、なんだかちょっとインチキテレビショッピングみたいになってしまいましたけど、まあ、これは自分で消すっていう、まあ、こうやって消すわけじゃなくてですね、 NGC に鑑定に出すときにクリーニングも一緒にお願いすると、まあ、銀貨でしたら鑑定料にプラス 5,6 千円ぐらいお金を積むとクリーニングしてもらえまして、中には、まあ、特にこれですね、あの70グレードがついて、帰ってくるものもあります。まあ、私のちょっと個人的な印象ではクリーニングに出すと、まあ、自分たちでこうクリーニングしたっていうのもあるので、少しひいき目にグレードをつけてくれてるんじゃないかなっていうぐらい若干高いグレードで帰ってきましたので、出す価値はあるんじゃないかなと思います。なので、まあ、ただ今回出したものはですね、半年から1年以内のものばかりだったので、しっかり綺麗になったんですけど、それ以上経過したものですね、長年数年数十年ミルクスポットがついたままになったものについてはどうなるかは分かりませんが、まあ、一度試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。で、それではまあ画像で分かるか微妙ですが、丸をつけてまして、まあ、ビフォーアフターはこんな感じになります。こちらがビフォーアで、こっちがアフター。このようにですね、まあ、小さな点なんですけど、やっぱりあのもし買われる方がいたらかなり気になると思いますので、こういうのがしっかり綺麗になって70グレードなんかがついて帰ってくるよというところなので、まあ、今まで諦めてた方がいらっしゃったら、一度こういうのに入ってもですね、あのリホルダーっていう形で、まあ、料金は少しかかってしまうんですけど、リホルダーでクリーニングをしてくださいと頼むこともできますので、鑑定代行の会社さんにそういうのできるかを確認して、やってもらうといいのではないかと思います。まあ、例えばミルクスポットがなくなって戻ってきたとしてもですね、何より大切なのはその後のケアになりますので、原価は絶対にケアしないといけないので、ぜひ今回の動画を参考にもこういうのにしっかり入れてケアしてください。ということで今回の動画は以上になります。まあ、しっかり皆さん大切な財産資産ですので、これはしっかり守るというのを心がけてください。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be